松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼御勢や播磨の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。さらに尼御勢の寄る上月城の後援として秀吉と光秀を派遣。信長自身も播磨平定のため出陣する。しかし長春らの寝返りで戦況は一変。苦戦を強いられた信長は秀吉と光秀を呼び戻さざるを得なかった。播磨平定戦。戻ったか十兵衛。三月も一緒か。いや、三月は光月城にとどまった。このままでは城は落ちる。誰かを尼御救援に向かわせることは。三木城の別所長春、それに有岡城の荒木村重が相次いで離反したことは聞いているんだ。すぐに奴らを沈めねば毛利を勢いづかせ、次は京を脅かされることになろう。故に光月城は捨てる。尼御一党を救う余力はない。それが天下一新のためなのだな。承知した。今はとにかく播磨の平定を急ごう。うむ。別所は城へとこもるか。ならば城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様へ。四方城を無事制圧したとのこと。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。年は承知。旅の戦、総大将は二人。いずれも守り抜かねば。年は今だ。織田信忠を討ち取れ。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。四方城に伏兵が。援護に向かえ。なんとか間に合ったが、今は目の前の戦いに集中しねえと。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。任せておる。承知。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。極めろ。いかに織田とて不意をつけば崩せよ。体勢を整える前に叩くのだ。なんとか片付いたか。もう出てくるなよな。織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。承知。開門。承知。本陣を狙うか。到達より早く奴らをほふらねばな。開門。本陣突入の邪魔はさせぬぞ。本陣は守られた。しからず直ちに攻勢に転じようぜ。信長が本陣の防備に気を取られた今が好機。あちらの城を落としてしまえ。開門。この城
敵に渡してなるものか。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。見つけはめろ。光月城より戻ったか。親父に話す。承知。手がある。この戦が終わったらな。遊軍の城は守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。神代小兵前線へ向かえ。兵の士気を高めれば優位に戦えよう。投資逃がさん。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。ならば反撃の糸口を作るべく敵を後方より脅かしましょう。トシは敗北条件変更。承知。秀吉が参った。戦況も幾分か好転しよう。おっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。情けはかけぬ。させてはならぬ。急ぎ援軍を潰すのだ。妙だ、敵の動きあまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。申し上げます、毛利の増援が戦場に接近中です。厄介事がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必死か。討ち死に。トシは敵に情けはかけぬ。引かせていただこう。上々の戦果、あなたなら当然か。開門。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。分かった、ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。城に到着しました。みんな、攻撃を開始しろ。後輩の城が攻められているだと。前線の兵を三木城へ回せ。守りを固めよう。開門。敵が前線より後退するようだ。この機を逃すな。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。よし、全力を集中させて落としとくか。で、あるか。心もとないが、まもなく二段が到着する頃合いか。三木城の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。承知。開門。三木城は兵端を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。よっしゃ、制圧成功だ。地獄で食いよ。次やら次に相手消えがる。くそ、ご通じ苦戦してんのか。これ以上仲間を見捨てられるかよ。急げ。この手でねじ伏せてくれる。織田に兵端を断たれたか。こうなっては打って出るしかあるまいな。開門。次
全て壊そう。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。上との戦いは避けられぬだろうな。よし、二騎城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来たな、毛利。三騎城攻略と合わせ、奴らの対処に当たらねばな。勝利条件変更。で、あるか。劇場へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。出ろ。毛利、主の邪魔はさせない。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。打ち切り。敵将、切り伏せた。耐えきれん。聞かせてもらう。任せておけ。極めろ。何人も止められぬと知る。三木城へは到達できなかったか。織田は承知。読み以上に兵力を残していたようだ。援軍が全て敗走だと。私は織田に逆らうべきでは。極めろ。やむを得ない。撤退しよう。承知。次は必ず止めてやる。手はず通り織田本陣の近くに出たぞ。さあ。承知。奴らに奇襲をかけてやろうか。本陣近くに毛利の手勢か。あやつ、いかように進行。懐まで敵の侵入を許すなどありえるものか。内通者が手引きをしない限りは。だが、見えた。俺の刃から逃れられると思うな。承知。味方の救援ご苦労さん。早速で悪いが、てめえはここで果てな。敵に情けはかけぬ。皆様、申し訳ありません。織田の討滅叶わなんだか。無念なり。打ち死に。存外手間取らされたが、これにて播磨の制圧はなった。光月城は落ちた。勝久様も鹿之助も死んだぞ。で、あるか。おい、それだけかよ。親父に見捨てられて死んだんだぞ。一時の情に流されて判断を誤れば、犠牲は雨子一党のみでは済まなかっただろう。だからってそんなに簡単に割り切れるもんか。
なんでギリギリまで助けようとしねえんだよ。美月、お前には分かるまい。いや、分かったよ。親父がろくでもねえ冷血感だってな。そうやって鹿之助を切り捨てたみたいに、俺の父親も切り捨てたんだろ。お前、信行のこと。親父のこと信じたかったけど、もう無理だ。じゃあな。鹿之助。憐憫に浸るのはさぞや心地よかろう。信長。魔道だか、銃。何をバカな、俺は。やっぱり、根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う。俺は変わった。正しきをなすために。生倉は魔王の懐にいらぬ。